夜の人笑い校訓に使用発見、ガチです。7月6日、夜の人笑いの校訓が癌の血圧測定で使用が見つかりましたと報告する動画を公開しました。動画では、ファルスの結果使用マーカーに異常があり、大学病院で精密検査を受けることになったと説明しています。一恵は驚きつつも普段通りの態度を見せ、校訓は悪症なら深刻な事態と述べました。視聴者からは良性であることを祈ってますなどの心配の声が寄せられています。みんなの反応としては、心配しつつも前向きな声が多いです。少数意見としては、楽観的すぎるとの指摘や生活習慣の改善を求める声もあります。みんなの反応。結果が気になるな。早く治療に専念してね。校訓すごい。良性だといいな。笑えないよね。校訓大事。早く見つかってよかったね。結果良いといいね。校訓頑張れ。若いと心配。若いから治る。早期発見大事だね。支えが大事。校訓元気に。みんな心配だね。タバコやめなよ。心配だけど前向きにね。ジョークが救い。一恵面白い。楽観的すぎない。当チャンネルの意見として、校訓の健康が心配です。早期発見が幸いですが、精密検査の結果が気になります。治療に専念し、早く元気になってほしいです。